次は筋肉をつけようだな。この基礎代謝を実は上げる方法がある。何ですか？筋肉だ。筋肉？ああ、筋肉は脂肪の約3倍のエネルギーを消費するんだ。つまり筋肉がついている人は基礎代謝が高くなるから、普通に生活しているだけでも多くのカロリーを消費できる。筋肉を維持し続けるのはそれだけエネルギーを消費するんだ。ちなみに脂肪は1キロにつき1日あたり 4.5 キロカロリー消費するのに対して、筋肉は1キロにつき1日あたり13キロカロリーも消費する。筋肉量が20キロであれば260キロカロリーも消費できるわけだ。たったの260キロカロリーか。ポテチの半分くらいじゃん。まあもちろん食事量を減らす方がダイエットには圧倒的に効果があるが、筋肉をつけていればよりいいスタイルを維持しながら痩せることができるだろう。なので年齢とともに食事量を減らしながら筋トレを続けて筋肉をつけていくのがいいだろう。